撮影も本格的に 3D で撮ってまして、今日皆さんまた眼鏡かけて見ると思うんですけど、現場全員黒眼鏡ですからね。でモニター見ながら、あ出てるな出てねえな出てるなっつってもほとんど凪良健一さん状態黒凪良って呼んでました僕ら。貞子 3D なんと海外での上演が決定しました。すごいです、200スクリーンという韓国最大級の規模での公開なんですって。今のお気持ちは？あら、サダコ受精よ。韓国200ですからね。あ、そうですよね。私は国際派女優。すごい。だってね。どうしたどうした。皆さん拍手しましょう。そうですよ。サダコさんのおかげですよ。サダコさんのおかげ。拍手。嬉しいんですね。嬉しさ余って。嬉しい。ヒロインに抱きつく。嬉しい。びっくりした今。ね。原作者の方も今日は来ていただいておりますのでご紹介しましょう。鈴木浩二先生です。皆さんおはようございます。貞子の生みの親鈴木浩二です。しばらく見ないうちに大きくなったな。この貞子 3D の原作小説タイトル S って言うんですけれども、貞子の S、 それからサタンの S、はい、悪魔ですよ。それからスネーク、なんか蛇がのたくってるような、もう一つの重要な意味が込められてる。もう言っちゃっていいんですか？いい。あ、言いますよ。鈴木浩二の S。 はい、大丈夫です。それではこれをもちまして貞子 3D の舞台挨拶終了します。皆さんどうもありがとう。